はようございます、シエルです。今日はお仕事前のモーニングルーティーンの動画を撮っていきたいと思います。ものすごくいいお天気です。朝のスキンケアは SK-II の化粧水と乳液を使ってます。最近ビタミン D を飲み始めました。毎日の日課にしたいと思います。洗濯は、乾燥までできるタイプのドラム式の洗濯機を使っていて、洗濯物を干したりとかはもうしていないです。毎日乾燥機で乾かしています。朝は温かい紅茶を入れて飲んでいます。瓶に入っているのがカルディで買ったアールグレイキャンディというものなんですが、氷砂糖のシロップ漬けでいろんなフレーバーがあって、ツイッターで一回人気になってね、売り切れになったんですよ。最近の私のお気に入りです。朝ごはんにウーバーを頼みました。そんなにウーバーは使う機会ないんだけど、この日はね、朝起きた時になんかウーバーでご飯食べようってふと思って、いろいろ見つけてて、で、朝早いということもあったんで、そんなにお店がなかったので、フレッシュネスバーガーの、これはクラシックバーガーですね。はい。私はあんまり冒険できないタイプなので、いつも決まった定番のものを頼んでしまう性格です。朝ごはんを食べながら、YouTube 見たり、あと Netflix、Hulu 見たりしているんですけど、最近は Netflix のドキュメンタリーにハマっています。毎日欠かさず飲んでる R1。朝ごはんを食べ終わったらパソコンでデスクワークの作業をしています。仕事の連絡だったり企画書を作ったりなどいろいろしています。で、この日は午後からマジックショーのお仕事があるので、新しいトランプを選んだり、映えそうなカラフルなデザインのトランプも持ち歩いたりしています。マジシャンなので家にトランプが500個近くあります。こちらが私の仕事道具パッキング、衣装入ってて、トランプ、コテ、あとマジック道具がもりもり入ったバッグと、あとこれは、折りたたみのシルクハット、あとここにもマジック道具がいくつか入ってて、ケープ、文房具、あと折りたたみ式のテーブルも入ってます。この中にマジック道具だけで30はあるかな。1時間、2時間ぐらいショーできるぐらいの量があります。今日の仕事のお供はこちらの小さめのキャリーです。はい、で、今メイクをして髪の毛を結びました。今日はこれから横浜でマジックのお仕事があるんですけど、出かける前に30分ぐらい時間があるので、これから動画編集をしたいと思います。そんな私のお仕事前のモーニングルーティーンでした。午後からはマジックの仕事を頑張っていきたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。